皆さんこんにちは、橋上秀樹です。今日はですね、今行われています日本シリーズ、これについてちょっと、お話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、どうですか今年の日本シリーズ。はい、まあ今年クライマックスに出るセパ両リーグの、まあ、3チームずつが顔を揃えた時にね、まあ、どのチームとの、まあ、対戦になっても、非常に今シーズンに関しては接戦になるだろうなというような予想はしてました。昨年までと違ってちょっとまあセ・リーグとパ・リーグ その力の差というものが若干今シーズンはちょっと縮まってるのかなっていう感じでシーズンを見てましたので、まあそういった意味合いで今シーズンのまあクライマックスでいったセ・パ3チームずつ、まあ、どのチームが日本シリーズに上がってきてどういう対戦になろうが非常にその接戦、まあ、楽しい日本シリーズになるんじゃないかなっていう感じをしてた。まあ、そういった中で2戦目終わってやっぱ1勝1敗でしたので、まあ内容的にも非常にね競った試合でしたから、やはり、その実力の差というかな、最後の最後までちょっと競った形で日本シリーズは進んでいこうかなっていう感じで、まあ、昨年のようなその一方的な形にはならないなっていうのはなんとなく分かりますよね。はい、ここまでここ2戦まだ2戦ですけど両チームキーマンになりそうな選手っていうのは誰だと思いますか。そうですね、やっぱり1、2番だと思うんですよね。やっぱり3番、4番、まあ、クリーンナップがある程度ね、まあ、吉田と杉本で、あとは上と、そういうしっかりしたのがいる、まあ、その前のね1番、2番のバッター、この、まあ、出塁というかな状態の良し悪しっていうのが、まあ、ポイントを握ってるかなっていう感じはしますね。はい、まあ、確かにオリックス、ヤクルトとも 1、2番が活躍して点を取ってるかなっていう。まあそうですね、はい、でしっかりしたクリーンナップがいますからね。その前に、クリーンナップを仕事するためにやっぱり 1、2 番の出塁っていうのは欠かせないことになってきますから、はい、そういった意味ではまだ2試合見る感じでは、まあ機能してるっていうほどでは正直ないですけども、試合に限って言えばお互いの先発ピッチャーが非常に良かったんで、まあ、なかなかあんだけいいピッチングされるとそう簡単にはフォアボールも取れないしヒットもなかなか出れないっていうのを考えれば、まあ致し方ない、そう考えるとまあ明日以降の3戦目からは、まあ、1戦目2戦目に比べると、両方のチームともちょっと先発ピッチャーとしてはちょっと若干成績的にね、落ちるピッチャーが出てきますんで、そういった中では、本来の力をまあ出せる状況になり、なる可能性はあるのかなっていうふうに思いますけどね。そうですね。あれですね、でも先発ピッチャーって話ですけど、ちょっと今回シリーズ始まる前からちょっと中島監督と高津監督がちょっとやり合ってるというか。そうですね。まあでもね、これもね、なんだろうな、ヤクルトにとってその先発、横先発するメリットがあまりないっていうのは多少あるのかもしれないですよ。ただ、まあ僕はね、この辺はちょっとね、野村さんの、なんていうかな、考え方というかな、そういったものを高津監督がちょっと受け継いでるのかなっていう感じはしますよね。ある意味、その、盛り上げるための人ようなね、そんな感じにも受けます。そうですね、なんか高津ってやっぱちょっと盛り上げる気質ある感じはしますよね。そうですね、まあ、正直言ってどちらにとってもそのなんだろうな、左右分かってそのメンバーが変わるかっていうとそれの大きい方が変わらないような感じですから、まあ、だから横先発しても、ね、別に大した問題はないと思うんですけども、ここはあえて横先発はしないって言ったことが、まあ、野村さんのなんとかな考えを引き継いでるなっていうか、さらにそのなんとかな盛り上げるための一役を買ってるから、実際もうね何年かぶりに横選抜がないっていうだけでもニュースになってますんで。いやそうですね、まあこれは一つ、まあ当たった策じゃないかなというふうに思いますけどね。確かにそれだけでもちょっと今回あ誰なんだろうっていう感じで見る人も多分思いますよね。あとはその横選抜しないことによってどんなメリットがあるんだろうとか、横選抜しちゃったらデメリットどんなのがあるんだろうとか、まあ考えますよね。まあ多分、十分の効果はあったんじゃないかというふうに思いますけどね。
どうです今回、両国先発しなくて、どっちに部が、ここ2戦目まであったと思います？そうですね、まあ、どちらにも対して部があったという感じはないです。ただ、まあ、唯一、この1戦目、2戦目で、そのオーダー的に違うところで言うと、まあ、オリックスがやっぱり左と右で、T 岡田の使い方が変わってきてるのも、そうですね。ですから、まあ、この3戦目以降は、ヤクルトの場合は石川というピッチャーがいますから。結局どこで投げさせるかっていうところがやっぱり、オリックス側には知られたくないっていうのはあるかもしれないですよね。ああ、確かにそうですね。まあ、このオリックスのピッチャーはまあまあほぼほぼあの左なので、まあまあもう一人、右ピッチャー可能性はありますけども、まあ、ほぼほぼピッチャー、はい、まあ山本の右はもう、誰が作るのは分かってたことなので、うん、そうですね、山本と宮城に関してはある程度も、予想通りだったので、先ほど言ったヤクルトにとってはその予防先発するメリットはあまりない、逆に隠しておいてその石川をどこに投げさすかっていうのを隠しておくことによって、まあ、先ほど言った T 岡田の使い方をどうするかっていうのを迷わすっていうのは、まあ、唯一考えればその辺かなっていうふうに思いますけどね。で正直まあ、小川で行こうが石川で行こうがあんまり関係ないんだと思うんですよ。まあ、ヤクルトにとっては別にどちらでも構わない。ただ、オリックスにとっては若干その一人の選手を使わないっていうところで、やっぱちょっと悩ますところがあるのかなっていうのがありますよね。T 岡田選手を使うのか、もや選手を使うのかとか。はい、まあ、でもちょっとここ2戦ともちょっとヤクルトの方が強いのかなっていうちょっと印象が僕の中で勝手にあったんですけど。そうですね、確かにそのなんだろうな、まあ、宮城に対しても苦戦してましたけども、もっとその、点取れないのかなっていうふうに思いました、で逆に、オリックスの方が早めにもうちょい点を取れるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよね。で、実際に序盤に関して言えばオリックスの方がなんとかスコアリングポジションも含めてチャンスが多かったんですけども、なかなかそのチャンスに出る打席で、なかなかその返すことができずにね、得点、そんな感じでずるずるいって、そのチャンスをたくさん潰してきて、まあ、ワンチャンスでやられて、先に点を取られたっていう感じの1戦目、2戦目でしたよね。そうですね、高橋選手、言うほど崩れなかったというか、ランナーを背負っても全然。そうですね、まあ、CS あたり見るとね、立ち上がりも含めてちょっと制球的に、まあ、難があるというかね、気負いすぎてっていう心配は多分誰もしてたと思うんですけども、ある意味その緊張感っていうものが、まあ、なんとかプラス要因に出たような感じでしたよね、で、まあ、同じようなというか、まあ、左ピッチャーと投げになりましたから、まあ、ある意味その宮城投手と高橋投手の良さをさらに引き出したのかなっていう感じもあるし、お互いに力以上のものが出て、本当に、まあ、見応えのある投手戦でしたよね。しかもちょっとなんか宮城さんは6回目のパーフェクトだったっていうのもあって、ちょっと今回ダメージ大きいのかなと思うんですけど。そうですね、まあ、結構やっぱりね、あの序盤にチャンスを逃してるチームって、ワンチャンスで点を取られるって結構あることですよね。なるほど。まあ、この点、まあ、2試合目なんかは典型でしたよね。だからもうその序盤にその味方がやっぱりなかなか点を取れないっていうものがどんどんやっぱり投げてるピッチャーに対してプレッシャーとなっていって、やっぱり先に点を取られたくないっていうものが、まあ、結局その気負いというかな、ある意味そのマイナス的に作用してしまって、してしまったっていう感じではありましたよね。なるほど、まあ、でも確かに高さんは本当にずっと思い切りのいいピッチングを本当9回まで続けたというか、そうですね、本当にね、初完封っていうだけあって、僕もそこまでのはね、記憶にないんですけどね、今シーズンやっぱり、本当に2軍の方でもね、なかなかいい成績が出なかったようなピッチャーだったんですけどもね、一気に、まあ、シーズン中盤以降からね、本当にその大川と、まあ、高橋の、まあ、右左の、ね、若いピッチャーで、チームを引っ張ってきたって言っても過言でもない、まあ、その集大成的なピッチングが、まあまあ、本当に、2戦目の投球に現れてましたよね、確かにヤクルトの後半戦のキーマンの2人が活躍してるって感じでしたもんね、本当に。そうですね、ヤクルトとしては正直言って、宮城と
山本由伸っていうね、非常にない、いいピッチャー相手でしたけども、ヤクルトとしてもやっぱり持ってる札の中での本当1番、2番を出してるわけですから、うん、まあもちろんお互いに2勝したいっていうね、考えではあったんでしょうけども、正直言って、2勝できたっていう感じですもんね、ヤクルトは。うん、ああ、そうですね、もうあの第1戦目はちょっともったいなかったというか。うん、だからこれが結局1勝1敗で終わったってことは、逆に言えば僕はヤクルトの方が傷が大きいというじゃないけど、ダメージ的にあるのかなっていうふうに思いましたね。あ、結果的には1勝1敗ですけども、内連勝できたはずな試合でしたから。そう、しかも敵地で2連勝の。そうですね、敵地で、この後の東京ドームの3つに関しては、やっぱりピッチャーが落ちるっていうのは、ヤクルト側の方が落ちるっていうのは、ヤクルトの方は分かってたはずなので、できればやっぱり1戦目、2戦目で2勝したかったっていうのは、本当に思ってたんじゃないですかね。うん、で、まして2勝が、まあ、なんていうかな、手に届くところまで、ね、あったわけですから、そこを、うん、最後落としてしまったような感じだったので、これはちょっと、まあ、大事なとこ任してるんだから攻められないっていうね、高津監督のコメントありましたけども、うん、まあそうですね、まあまあやっぱりかなり痛かったと思いますね、あれは。そうですね、ちょっとこの2戦振り返ってみて、ちょっと中島さんとこの高津監督のその采配とかって、橋本さんにどう見られてます？そうですね、まあ両方ともやはりピッチャーが良かったので、あとは DH を使ってるので、代打も必要ないですし、うん、そのまあ、作戦的にもそれほどなんていうかな、オリックスに関して言ってもあまりもともとシーズン中も犠打が多かったようなチームでもないので、うん、あまりその攻撃的な作戦に関してはね、まああまり動きもなかったですし、采配的にこれだっていうものはあまり感じられなかったですよね。まあ系統に関してでも、うん、やっぱり玉数、オリックスに関して言えば玉数的なものが来たんで変えた。で、ヤクルトの方で言えば、やはりシーズン同様の勝ちパターンで継投したっていう点、うん、ですね。で、それがまあ、結局裏目に出てしまったわけですけども、まあまあ、これは、まあ、采配といえば采配なんでしょうけどもね、それほどその、目につくような感じではなかった。実際やっぱり、明日からのね、DH がなくなった、うん、試合、っていうのは非常に楽しみです。それに、うん、DH がなくなったことと、あとは今シーズンなかった延長が入ってますから。ああ、そうですよね。これね、延長があるのと9回打ち切りだと、やっぱり選手の起用っていうのはまるっきり変わってくるので、はあ、これはかなり気を使うと思いますよ。うん、それってそのちょっと今わからない、具体的にどういうふうに変わってくるんですか。もう9回で終わりってなれば、早めに守備固めだとか、はい、ダイソー要員だとかピッチャーに含む、うん、まあ、逆算しながら入れ起用することができるんですけども、うん、延長が12回までっていうなると、まあ、要は延長があるとなると逆算して簡単にその主力を変えられないんですよね。あ、しかも何回見てるか分かんないし、はい、8回ぐらいで、まあ、接戦で、ね、主力のところからランナーが出ましたダイソー送りますっていう、まあ、むしろ守備固めしますって言って、うん、まあ、9回で打ち切りだともう回ってこないとなれば変えやすいです。うん、もう、あ、確かに延長になっちゃったらもう一回回ってくるっていう考えた場合はなかなかやっぱりスッキリを変えられなくなりますから、うん、だからそういった意味ではやっぱり、うーん、シーズン中から延長をねやっていればまた誰もあるでしょうけども、このところやっぱり延長戦がないシーズンでしたから、あ、 そうですね、うん、まあ明日からっていうのは延長もあるし、うん、DH がない、うん、今までちょっと経験が少ない分、まあ、ちょっと頭を悩ますかなっていうのはありますよね。あ、うん、じゃあここからの参戦の方がちょっと監督の采配とかは、そうですね、まあ、作戦にしてもピーチャーが打席に入るわけですから、うん、バントで、あと代打の起用法だとか、うん、そういったものに関してやっぱりチームのベンチワークというかな、その監督の、まあ、采配的なものっていうのは明日からの3つっていうのは非常に楽しみですよね。なるほど、うん、まあ、でも確かにこの2戦ちょっと中島監督の代打策の方が当たってた感じは確かに、確かにもやのね代打ホームランの近い性っていうところありましたけどもね、うん、まあでも誰が監督やってもあそこ代打使うでしょうしねだろう、じゃあそこら辺は中島監督のっていうよりはもう、うん、まあ采配的っていうよりがまあまあ普通ですよね。
まあセオリー通りかなっていう。セオリー通りですね。逆にあそこで代打出さなかったら何してんだって言われかねないところですから、まあまあ、ただまあね、起用したバッターがホームラン打って同点にしたわけですから、うん、的にはね、まあ、人選を含めて正解だった、ですよね。あ、なるほど。はい。